ちは、小川先生です。関係者も共経者もレベルの差がなく本当に綺麗な登りをしています。体の軸もしなやかでかつ強く非常に素晴らしい登りです。コンペに向けた取り組みということで改善点は2つ。体の軸は強くてしなやかなのですが、下半身と上半身で軸が折れ曲がって、上半身に対して下半身が置いてきぼりになっています。細かな場面で見られましたが、顕著なところはこういったランジの場面です。トップ選手を見てみましょう。下半身が上半身にちゃんとついてきています。腕だけで狙ってしまうと下半身が置いてきぼりになって軸が折れるので、おへそから狙うようにしましょう。次にヒールフックの効きが悪い場面がありました。股関節の開きが甘く膝が内側に入ってしまってます。重心が上がってしまうと効きも悪くなってしまいます。重心を保ったまま足を上げて股関節を開いて内側にひねっていきましょう。股関節が閉じていると非常に効きが悪くなってしまいます。簡単なヒールフックの場面ではできていたので、テクニカルなヒールフックを気をつけてみましょう。重心が先に上がってしまうと膝が内側に入りやすくなります。重心をなるべく下げたままで股関節をガバッと開いてヒールフックをしましょう。まずこの2つができれば上りが1段階上がりますよ。練習頑張ってみてください。というわけで今回もエンディングなんですけれども、サムネイルにありましたいいと思ってやっていたということなんですけれども、これ、実はご依頼主様のインスタをチェックした時に私も初めて気づいたんですね。こんなご評価をいただきました。個人的に課題にしているところを示さず課題を指摘してもらいました。そうなんです。なんか悩みとかね書いてなかったんですよね。改善点1、上半身と下半身のズレ、なんかちょっとくの字に折れ曲がるってアドバイスしたやつですね。で、個人的にはランジの時むしろ下半身と分離した方がいいと思い、振られに耐えやすいと思った。意図的にバラしていたのがむしろ改善点だと知って驚き。でも確かにプロの登りでそんなことしてる人いないよな、癖になってた。なんとなく後から下半身がついてくる感覚が気持ちよくて、悪い癖なんで直します、というご返信というかね、ご評価をいただいたんですね。これで初めて、あ、なるほど、わざとやってたんだっていうことをちょっと私も気づいたという感じになるんですけども、まあ気持ちはちょっとわかるんです。なぜかというと、ちょっと体の軸がくの字になりながら振られるとものすごい振られも大きくなるんですよね。で、なんかちょっと華やかな動きになるんですよ。でもね、やっぱりプロの選手、トップ選手になると、なるべく振られは小さい方がね、すぐ戻れるし、振られてる時間ももったいないしね。だから軸はまっすぐでちゃんと下半身と上半身がついていく振られをしなきゃいけないというか、してるわけなんですよね。なのでこれはね、やっぱり悪い癖になってしまったら これから困りますので、ぜひ直してもらいたいなと思います。まあ一般的にね、もうかっこいい登りっていうのはものすごい派手派手しく見えますけれども、トップ選手になるともちろん派手派手しく見えますけど、いかにミニマムに登るかっていうところに焦点を当てているので、本当にね、ミニマミストなんですよね。いかに省エネで登るかっていうところが非常に大事になってくるので、クライミングもボルダリングも環境問題もエコな登り、エコになるようにこう活動して登っていったらいいんじゃないかなと思います。それでは今日もアフタートークお付き合いいただきありがとうございます。小川先生からのズバッと60秒アドバイス。オンラインレッスンをしてます。 YouTube に公開できる方も大募集。 LINE スタンプも好評発売中。ボルダリングギャグが満載です。インスタもフォローしてね。 YouTube 未公開のイラストで学べるボルダリング漫画連載中です。